はい、どうもトラ吉の無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、440日目ですね。はい、現在、2021年2月20日の16時21分なんですけども、今回はですね、今回もですね、はい、Sランク自陣ミキサーやりたいなと思います。この12球団編ね、3本連続のSランク自陣ミキサーの動画になると思うんですけども、今回も1回だけですけどもやります。なんとかかき集めてきました、Sランク選手。この周東選手はね、前回かぶったんで今回枠潰しで入れようかなと思ってます。はい、塩崎選手、稲葉選手はまあ OB ですし、まあ、A ランクもねないんで今回入れようかなということです。はい、で中村選手はセカンド的にはねシリーズ2の山田選手とかベスト9タイトルホルダーで菊池選手、広島の菊池選手も取れましたんでね、まあもういいかなという感じで入れました。はい、福谷選手はタイムスリップの福谷選手なんですけども、 A ランク一応2枚持ってるんですけども、まあ、シリーズ1ということでもう今回入れました。はい、この5枚でいきたいなと思います。はい、まあ欲しい選手なんですけども、もう前回前々回と同様なんですけども、一応被らなければもう誰でもいいです。前々回ね、一番最初の時はこの川瀬選手被らず来たんですけども、ちょっとまあ A ランクを持ってないというのと A ランクも実装されてないということで、前回の時にね枠潰しでもう入れて石川選手も入れたんですけども、それで被りのこの周東選手が来たっていう感じなんですけどね、まあ、今回こそもう被らず来てほしいですね。はい、まあ森選手はシリーズ1極みでも持ってます。で高橋玲選手もシリーズ1の S ランク持ってまして、極み分の A ランク持ってます。コリアラ選手は A ランク4枚、松田選手シリーズ1極み、加山選手シリーズ1極み、東山選手が A ランク6枚、グラシアル選手がシリーズ1トツ3、和田選手が A ランク6枚、泉選手が A ランク4枚、牧原選手がシリーズ1極み、川島選手が A ランク2枚と、もう誰が来ても強化できますんでね、もう被らずさえ来てくれれば強化できますんで、お願いしたいなと思ってます。それではいきます。さあ、もう3度目の正直で来てほしいなと思います。本当に来てほしいです。それではいきます、いきます。もう被らず来てくれれば誰でもいいです。お願いします、頼む、来てくれ、いきます、被らず来い、お願いします、ほんまにお願いします。おお、エースはいいよ、ほんまに頼む、もうないよ、もうない、被らず来い、頼む、おおし、まあ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 いいですね、これはいいです。はい、2分来ましたね。はい、シリーズ1極みで持ってます。はい、まあよかった、もうなんとか、まあなんとかよかったです。S ランクを持ってない選手ではなかったですけども、東山選手とかね、和田選手ではなかったですけど、加山選手シリーズ1極みで持ってますんでね、まあ、これはもう良かったですよ、ほんまに良かったほんまにホッとした。もう一応ちょっと能力見ますね。はあ、もうまあ3回やって良かったですわ、良かったです。はい、加山選手ですね。はい、適正が中継ぎです。9位76、制球76、スタメン60と9位制球同値なんですよね。はい、まあ、僕はあのシリーズ1もね、称号で同値にはしてるんですけども、まあ、同値にね越したことないんで、これは良かったかなと思います。はい、いやこれでちょっと強化できました、良かったです。さあ、なんとかもうほんまにホッとしましたね、タイピンチついて。はい、加山選手来てくれました、良かったです。はい、何回も言いますけど良かったです、もうホッとしました。はい、まあ今回こんな感じですね。まあ2回連続ちょっと被りましたんでね、被るというか、まあ、川瀬選手を被ってなかったんですけども、ちょっと欲しい選手来なかったんで、まあ、3回目ちょっと S ランクね、なんとか S ランクのミキサー用の選手集めて、かき集めてやった結果、加山選手、来てくれましたね、シリーズ2の加山選手来てくれましたんでね、まあなんとか良かったかなと思います。これでちょっと当分ミキサーはできないと思いますけども、まあ、ほっとします、良かったです。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロード12球団編でした。